回は綱渡りの科学ということで、こちらのスラックラインを使って、どうやってバランスをとっているのか実験していきたいと思います。人は二足歩行ですね。三脚なら、三つの足があるので安定しますが、二足歩行は原理的に不安定です。何気に立っていますが、実は常に支点の上に重心が乗るように常にバランスをとってるわけです。これは立っている時でも歩いている時でも、バランスを取り続けています。普段やらないこういうスラックラインのような上に立つとですね、横にねじれたり、横の方向に動いたりしますよね。なのでバランスを取るのがより一層難しくなります。でも原理は同じです。少し支点も動きますが、で、ビチャの重心が支点の上にあるわけです。で、ずれるので、常に足や上半身を動かして、支点の上に重心が来るように調整しています。これがうまくいかないと倒れてしまいますね。サーカスなどを見ていると、綱渡りをするときにこういう長い棒を持って綱渡りをやっているところを見ますよね。どうして長い棒を持つと、バランスが取りやすくなるかということなんですが、これはそんなに長くないので先端にと重りがついています。結構するとですね、慣性モーメントが、聞き慣れない言葉ですけど、慣性モーメントが大きくなるので、こう倒れにくくなるんです。どういうことかっていうと、長い棒の先に重りがついてるとします。同じ角度だけちょっと曲げます。こう曲げたり、また上に上げたりすると、手元の動きよりも棒の先の動きの方が大きいですよね。つまり重いものを動かすためには力が必要になりますね。慣性が大きいわけです。なのでより長くて先端に重さが集中している方が慣性モーメントが大きくなって動かしにくくなります。例えばよくこうバランスを取りますよね、こうやって。で、短い棒だと慣性モーメントが小さいのですぐ倒れてしまいます。倒れるのが早いのでバランスを取るのが難しいですが、こういう長い棒だと倒れるのはゆっくりです。慣性モーメントが大きいのでバランスを取るのが簡単になります。倒れるのがゆっくりなので重心の下に支点を持っていく、バランスを取り戻すのが、余裕なんですね。それと同じことで、長い棒を持つと慣性モーメントが大きいので倒れるのに時間がかかるので、バランスを崩した時にその時間で余裕を持って体の姿勢とかですね、この棒を横に移動して重心位置を変えます。それによってバランスを取り戻します。それが原理なんですけど、よく間違った解説にですね、慣性モーメントが棒が大きいので、例えばエビちゃんがこちらに傾いた時、体を起こすために慣性モーメントの大きい棒をこちらに押せば、ギュッと押せば反動で元の姿勢に戻れる。こちらに倒れた時には棒をこっちに押すと反動で体が元に戻るという説明を書いてある本とかネットでの解説とかが多いんですけど、これは間違いです。やってみるとそういう動きは実はできません。そうではなくて、基本的には体でバランスを取ります。もしくは棒を水平にずらすことによって棒の重心を変えてバランスを取ります。こちらが正解です。赤いところを見てると赤い印がスラックラインの上に来るように調整します。体でも微妙にバランスを取ります。棒を持っている理由は、要するに倒れるのをゆっくりにすることで、バランスを取り戻す時間に余裕が生まれるというのが
正しい説明になります。バランスを取る別の方法を紹介しましょう。お願いします。はい、はい、エビちゃんが手作りの大きなうちわを持ってきました。このうちわを使うとですね、バランスが取りやすくなります。うちわを仰いでパタパタじゃなくてこんな感じですね。バランスが取りやすくなります。では原理説明ですね。支点に対してちょっと重心がこっちにずれたとしますね。このままだと倒れていっちゃいますが、内輪で仰ぐことによって、空気の力ですねによって重心を戻します。膝に体がちょっと傾いたらこんな感じですね、はい、こっちで立っていると少し力があって戻り、向こうに体が傾いたらこっちは仰ぎますと戻ります。実はこんなに大きく崩してしまうと、重心をずらしてしまうともう元に戻れません。ほんの少しですね、ずれた時に戻せます。でも内輪がなかったらほんの少しバランスが崩れても、体重移動で戻すしかないので難しいんですね。でも内輪があると、それが楽になります。つっかい棒があったら楽でしょう。これなら支えてるわけですから楽ですよね。それと同じことを空気で同じことをやってるわけです。でどれくらいの力がかかってくるか、まあ軽く実測してみましたが 100g とか 200g ぐらいの力しかかかりません。大きくても数百グラムないかな。それでもバランスを崩す前であればそれくらいの力で十分バランスを取り戻すことができるってことなんですね。長い棒を使うと不便ですけど、軽い打ち技だと扱いが簡単なので、はい、スラックラインバランスを取るのが楽になるんですね。ぜひ機会がありましたら試してみてください。ということで今回はバランスの科学、どうやってバランスを取っているのかという、実験を紹介しました。